まさかのカムバックさっきねレジに行ったんですよ。で前払いですって言われて、あ前払いですねみたいな。で財布出そうと思ったら財布がねみたいな、あ車の中忘れました、でバックです。であとですね、結構その受付入るときになんか会員カードありますかとか、いろいろ聞かれたんですよ。ないですないですみたいな。じゃあ、入館料2050円になりますねみたいなって言われたんですね。で、まあ、事前に僕はそのホームページも見たんですよ。ホームページも見てたら、そのホームページの、 その割引チケットがあったんですよ。割引チケットで、割引チケットの存在は知ってたんですね。割引チケットの存在は知ってた。要はネットで Google の、まあ、ネットで調べてそのホームページ行って、ホームページのトップに、割引チケットありますみたいな見て、もうこれ印刷してくださいみたいな書いてあったんで、まあ、印刷はちょっとできねえなと思ってたんですよ。で、まあ、店員さんがまあそのね、割引、そういうカードがあると割引になりますよみたいに言ってきたんで、これもしかしたらと、これもしかしたらと思って聞いてみたんですよ。すいませんと、ちょっとホームページさっき見てたんですけれども、割引チケットあるじゃないですかと、あれって印刷しないと使えないんですかって聞いたんですよ。印刷しないとあれって使えないんですかねと。そしたらですよ、いや提示していただければ割引になります。マジでみたいな。だ300円ぐらい割引ですよ、一瞬で。だからプリントアウトしなくてもスマホのそのなんだ、スマホの画面のその画面、まあ、ホームページから行けるんで、まあ、ホームページから行って、でその割引チケット、まあ、トップにあるんで、そこをクリックしてその受付の時に提示すると一瞬で300円ぐらい安くなるっていう。これどういうことか分かります？知ってるか知らないかですよ。でさらに、いやここめちゃめちゃ重要ですよ。生きていく上でめちゃ重要の今ポイント言ってますよ僕は。まず知ってるか知らないかが重要じゃないですか。まず割引チケットあんのかないのかって知ってるか知らないかじゃないですか。でさらに聞くか聞かないかなんですよ。知ってるか知らないか、そして聞くか聞かないか。僕は知っててさらに聞いてみたんですよ、これいけますかと。そしたら一瞬で300円割引ですよ、一瞬で。はい、あじゃあ、1700円何いくらいになりますんだ、一瞬で割引。いやこれ大事ですよ、生きていく上で。300円あったら何飲めます？300円が10回貯まったら3000円ですよ。でもね、300円が1000回貯まったらいくらですか？ 3 万円で、1万回貯まったら30万。いや大事、小さい積み重ねが大事なわけですよ。小さい積み重ねがとんでもないところに行くんですよ。いやほんとね大事ですよ。一瞬で僕はね割引をゲットしましたよ。はい、じゃあちょっと行ってきます。